とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いい装備入手しました。今持ってるやつで、最高のやつ、これです。ヤギの装備です。パワー260、HP が273万。高いよね。今まで装備してたやつが、170万ぐらいなのよ。HP が100万増えました。で、できれば、35% ダメージ軽減のついてる装備が良かったんだけども、まあ、これがね、出ちゃったんで、とりあえず、これを使ってます。まあ、クールダウンが一つついてるし、稲妻フォーカスとデスバーターがついてるので、まあ、カバンビルドには、すごくいい装備だと思います。ただね、HP がなんか270万になっても、結構死ぬのよ。うん。なので、ダメージ軽減の 35% のやつって、かなり良かったんだね。あれはすごく良かったんだ。はい。まあ、とりあえず、また防具を目指して、デイリークエスト、やっていきましょう。では、デイリー3、地下寺院ですね。ペットが3固定。で、モブのダメージが 50% アップ。プレイヤーは輝き。うん、もう今回のは俺にデバフしかないやつですね。ダメージ 50% か。結構きついな。でも多分、2、3発は耐えれると思うんで。それで行きましょう。で、まずはデスバーターだね。デスバーターを発動しないと、すぐ死んじゃうので、まずはデスバーターを発動した。あ、したした !OK! こうなってしまえば、いいね。で、次は、あと、矢だね。矢を、ゲットして、複製の書で、増やしていきましょう。うわ、なんか、帯電の音が聞こえたよ。帯電の音が聞こえた。お前たちか。あ、違うな。お前らじゃないわ。どっか別のところに。おっと!重力ついてた。どっかにいるな。あ、下か。もういいや。行け。よし。ちょっと待て待て待て。勝て!ま、帯電、食らっても多分、生き残るちゃ思うんだよね。大丈夫でしょう。上に行こう。はい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 。ああ。大丈夫。敵の攻撃 50% アップしても、まあまあ耐えれる。キャプテンどこだ?サクッとキャプテンを倒して先に行きたい。これ終盤のところにある洞窟にね、いっぱいいてくれれば、嬉しいんだけどね。そこまで楽に行けるんで。あー、そうか。全然空きがない。まあ仕方ないね。なんかいらないやつ売ったりしようか。もうユニーク品ばっかなのよ。よし、ここで、ちょっと複製の書を使って、増殖しますね。うん。ここで矢をね、1000個ぐらい持っとけば、もうあとあと、矢が必要になくなるので、1000個ぐらい増やしてから次に進みます。いきなりナイトモードかよ、もう。いきなりのナイトモード、これきついって。こっからきつくなるぞ。あぶねえ、あ、いや、ちょ、待て、動け。あー、よかった、デスバーターが発動した。あぶねえ、いきなり死にそうだった。こっちのね、ダメージが 40% 減少したのよ。これによって敵が、なかなか死ななくなって、むちゃくちゃきつい。うん、まだね、40% 減少だから、そこまでないけど、敵の HP がなんか 200% アップしたりするからね。そうなっちゃうとちょっとまずいから。キャプテンが残り3体。いた。
3体、うん、あと3回の変更点で、そんなきついのなければ、まあまあまあいけるかな。うん、変更点次第。よし。うーわ、全然減らせないな。きつっ。オッケー、いけた。何？何？あ、プレイヤーの HP が 40% 減少。これはやばいな。多分、2発食らえば死ぬ。うん。キャプテンとかの攻撃だったら、ワンパンで死ぬな。この奥か、この奥に、2体いる。ただ、ナイトモードで見えないのよね、先が。ナイトモードきつい、これ。せめてもうちょっと見えるようにしてほしいね。よし。どこだ？あ、いた！どっかにいる。やば！やば！やべ。あ、まあ、デスワーターは1回分あるね。来た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 ！おい！ほらほら、やっぱワンパンだ。もう、挟まった。ワンパン。よし。ここら辺。こう、もう、地形が悪いって。よし。倒して。よっしゃ、オッケー。何次は。あ、脅威が2。オッケー。それはいける。あと1体この奥にいるんだな。よっしゃ、倒した。あ、オッケーオッケー。脅威3。オッケー。このままクリアしよう。いけるか。もう、あれだ。影で、突っ込もう。うん。影で行こう。もう最後はもう影で行くっきゃない。ただ、帯電がいればまずい。帯電やけどがいればまずいけど、いけるね。よし、オッケー。で、クリアの時には、あれをつけときたい。ちょっと待って、まあまあまだソウルあるし、いける。クリアの時には、あぶねえ。装備を変えときたいんだ。よし。オッケー。クリア。クリアです。ギリギリだったね。さあ、報酬。なんすか。いいやつ来てくれればいいけど、どうだろうね。262の防具が出てくれれば嬉しい。しかも理想スキルのやつ。さあ、どうだ。強固なアーマーがこう出るんだよね。まず最初は、普通の防具か。おー、強固の256。260台が良かったね。さあ、次。撃破報酬。防具規定。防具ユニーク。闇の刀。まあ、見てみよう。闇の刀。あはは、微妙。いらないね。強固も228万か。あ、まあ、HP としては、いいよね。35% 軽減がついてるし、いいんだけども、炎茶が良くない。いや、炎茶良くない。やっぱ雷フォーカスついてないと、敵倒せないからね。全然倒せないもんな。あ、これ無理だわ。ダメです。はい。ということで、今日はね、俺が新しく入手した装備。これ、ヤギの装備。使ってみました。強いです。死ににくい。でも、それでも、デイリーさんではバッタバッタと死にます。まあまあ、260以上の防具で 35% 軽減。まあ、それを目指して、行ってみたいと思います。出るかな？まあ、ちょっと時間はかかりそうだけども、頑張ってやっていきます。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。